フレッシュ懇談会は役場総務課が新規採用の超職員の職務状況や感想を聞き、意見交流を行おうと平成25年から開いているものです。この日は今年度に採用された事務職員と養護職員8人が参加し、町長をはじめ副町長や教育長などの役場関係者と懇談を行いました。懇談会では職員が1ヶ月半仕事を続けた感想や現在の職務の様子などを順に発表し、和気あいあいとした雰囲気の中、時折雑談を交えながら懇談を楽しんでいました。中でも養護職員の一人が、以前の職場では子どもたちの行動で禁止とされていたことが、当院長では注意をせずに温かく子どもたちを見守るようにと先輩職員から指導をもらって驚きました。ただそれにより子どもたちに注意をする回数が減ったので、自分自身も穏やかに仕事に取り組めていますと新しい職場での様子を話しました。その他、業務中に困っていることや不安に思っていることなどを話す時間も設けられました。職員から職場での問題点や改善点の話が上がると、水谷敏夫町長が丁寧に問題解決に向けたアドバイスをし、さらに皆さんが仕事を始めて1ヶ月半経ちました、自分たちがいかに仕事を楽しんでできるかを考え、これからいろいろ大変なこともあると思いますが、自身のため当院長のためにもご尽力くださいと激励の言葉を送りました。